はよう。カラス君おはよう。ハシブトガラス君だね。これ四十からはどっかに鳴いてる。上から見るか。どっかその辺の木の上で鳴いてないですか。向こうかな。あ、声消えた。え、こっち。飛んでいったな。建物の上かなんか行っちゃったね。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ヤギオヤジです。今日も天の川淀川の河川軸の山頂に行ってみたいと思います。ね、ツバメがたくさん飛んでますけど、今日はもうね、ちょっと天の川の上流に向かうのをやめまして、いきなり淀川の方へ向かっております。今日の天気は快晴、予想気温は30度ということですので、早めに山頂を数週一に終わらせていこうかなと思っております。今日もね、カワセミに会えないかなとは思いつつ、何かに会えたらいいなと思っておりますけども、前回はね、笹鯉という鳥に会えまして、まあ、お初の鳥やったんで、最初はね、笹鯉ではないとゴイサギと勘違いしてて、あんまりその時の感動はなかったんですけど、帰ってから笹鯉ということが分かってちょっと喜んでおります。今日はしっかりと日焼け止めを塗って臨んでおりますので、日向は気にせず歩いていこうかなと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。どっかでこうホオジロが鳴いてますね。そこのテレビアンテナの上になんか止まってんだよな。ちょっとあれ見てみようか。見えるかな。あ、やっぱホオジロでしたね。あ、飛んじゃった。
はい、淀川やってまいりましたけれども、水量がまだそこそこあって中洲が現れてないから、ちょっと鳥さんがねいない状態やね。いないですね。ダイサギかみたいなのが見えたんだけど、いなくなっちゃった。え、あいつすごいのが止まってるぞ。こんなとこに。日陰で撮ろう。影から撮っちゃいましょう。よし。はい、皆さん、そういうわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。結局今映ってる河原際に久しぶりに会えまして、といっても地面を這いつくばって餌食べてるところなんで綺麗には映っていないんですけどもね。
この後ホオジロもよく綺麗に取れたホオジロが出てきますけれども、まあ、今回は、そうですね、淀川の中でミサゴが止まっているところが取れたというところでちょっと動画にしてみました、お暇つぶしになったでしょうか。帰りがけにはもうすでに気温も30度近くまで上がっておりまして非常に暑かったんですけれども、皆さんもこれからどんどん暑くなりますので体調管理も十分気をつけて探調をしていただきたいなと思います。今回の動画が、少しでも良かった面白かったと思う方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録と高評価コメントをお願いいたします。コメントをいただくと励みになりますのでぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さようなら。